はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第13弾お送りします。で、今回は、リクエストいただいたね、問題を使わせていただきました。で、この2問ね、やっていきますので、まずこの状態でぜひ動画止めて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのがあったりとか、わかんないのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、下げますね。お待ちください。よいしょ。ほっ、OK。問題外しちゃいますけど、まあ、ツイッターとかにもね、問題貼ってありますので、もしよかったら確認してみてください。で、まあ、毎日ね、結構たくさんのリクエストをいただいてて、今回これを使わせていただいたんですが、理由はですね、空間図形あまり最近取ってなかったっていうところと、この紐の問題ってすごく有名なんですよ。で、紐の問題ってあんまり自分が取り上げてなかったので、あ、ちょうどいいやと思ってね、今回使わせていただきました。で、まず1番が、まあ、1番2番共通で円錐です。まあ、こいつが主役なんですけど。で、まず1番は、A から B に向かって、こう側面ね、こう斜めのところを沿って紐をかけたいと。で、まあ、上からふわってかけることもできるし、下の方でふわってかけることもできるんですけど、その中で最短、一番短いのどこっていう問題です。まあ、この紐の問題は絶対最短で出されるんですけど、で、基本的に今回ポイントとして、まずね、覚えてほしいことは、この紐を使った問題は展開図で勝負します。このままではなくて、展開図で勝負する。で、どこだった？まず円錐ですよね、これ円錐の展開図をやるときは、こうやって、扇形ありますよね。まあ大体自分この図で書いちゃうんですけど、この扇形の下に、この部分のどっかにね、円がくっついてる。この円が下の、まあ、蓋って言ったらあれですけど、下の部分になる。で、上の扇形をくるっと回すと、まあ、クレープをね、包む、なんだ、反対にしたやつみたいな感じになるんですけど、上にこうやってカーブができるんで、これで出来上がりみたいな感じになります。で、空間図形、特にね、女性の方の方が苦手な方多いんですけど、このポイントとしてね、今、問題文に母線、ここです。OA とか OB、母線って言うんですけど、ここは6って書いてあります。で、こっちも6なんですけど。で、下の底面の円の直径、ここも6です、全部で。これだけ与えられてる。じゃあ、それが、この中で、どこに当たるのかっていう。この展開図にしたときにね。で、まず、母線のこの6っていうのは、ここのことになります。これが6ね。で、下のね、円の直径は分かりやすいんで、まあ、ここの直径。これが6だよっていう。で、どうするかっていうと、まず、これ、やったときに、A と、声欲しい。A と B、どこっていう。A と B がどこかっていうのがすごく大事です。で、結論から言うと、ここ A にしますよね。まず左側。で、一番多いミスは、ここを B にしてしまうこと。これ、ここ A だからね。ちょっと図から言うと変な感じするかもしれないんですけど、組み立てたとき、これ A と A 同じになります。A と A 同じ。これ後でちょっとね、苦手な方に分かりやすいように、あるものを使って説明しますね。で、B が、この弧のど真ん中、ちょうど半分のここに B が来ます。ちょうどど真ん中です。で、これも後で説明します。今そうなんだぐらいで思っておいてください。つまり、この図で言うところの AB の長さでしょ。で、ここって上のカーブだから結局、この長さを出したいの今。AB 出したいから1番はね。まあ、X って置いておきましょうか。ちょっと後で図を変えてしまうんですけど。で、それをやっていく上で何が必要かっていうと、ここの中心角が必要になります。まあ、A って置いておきましょう。中心角。で、それを出せてしまえば、もうあとはトントンっていけます。慣れてしまえばね。で、この中心角の出し方は、まあ、一番オーソドックスな、多分今は火を使って出す方、まあ出すね、教え方される方の方が多いと思うので、ちょっとこれでいきますけど、二つやり方言いますね、今から。まず一個目です。で、よくやるのは、そのね、これって扇形ですよね。で、これって扇形って円の一部なんで、ちょっと全部図は入らないですけど、こうやってやると、上切れてるね。まあ、この辺かな。一応書いとこうか。上みんな見えないと思うけど。円があるわけですよ。扇形円の一部だからさ。で、
360対 A っていう、こっから始めていく比の解き方があります。で、これは何を表してるかっていうと、こっちが円、こっちが扇形のことを表す。で、円対扇形ってきてるから、こっちも円対扇形にするんですけど、こうやってやります。で、何かっていうと、扇形、ここ A 度ですよね。で、ここの円、まあ、全部です。もちろん全部はここ全部になるんで360度になります。中心角の角度を360度 A ってまず置く。左が固定です、基本的には。で、右側に面積で勝負するか、弧とか円周の長さで勝負するかっていうのを決めます。弧か、長さか面積です。ただ今この扇形、面積は出せません、中心角がないので。だから長さ、つまりここ弧の長さで勝負をします。で、なんで勝負できるかっていうと、これ組み立てた時にこことここって同じになります。なぜならくっつくからね、ちょうどぴったり。だからここの円周の長さを出してしまえば、ここの弧の長さが出せるんです。で、この円周っていうのは直径かける π です、公式ね。だから 6×π で 6π、 つまり扇形のここの長さは 6π と。で、今長さで勝負したから、じゃあ次ここの円周ね、はいくつって考えた時に、今半径6です、ここ円の。伸ばして、みんな見えなくてごめんね。伸ばした時にここ直径2倍の12になります。だから直径 ×π で 12π ってなって、こうやって式を作る。で、あとこれ解くだけです。で、これは右側だけ、まず π 切ります。で、12と6も6で割っちゃって2対1にしちゃいます、こうやって。で、あとは中中、外外かけてもらえば 2a イコール360となって a イコール180度と。だから中心角180度でしたねって出すことができます。ただこれはですね、まあ円錐の展開図の時は、展開じゃなくてもいいんですけど、あ、展開じゃなくてもいいんじゃない、こういう問題じゃなくてもいいんですけど、そのね、扇形の中心角が欲しい問題って結構あります。特にこの円錐絡みはすごく多い。で、その時に中心角イコール、まあね、塾通ってる人、特に進学塾通ってる方はね、ほとんど聞いたことあると思います。で、学校の先生は、教えてくれる人も見たことあるんですけど、自分が塾講師の時ね、持ってたここの担任の先生、担任や、担当の先生とか教えてくれてましたけど、どうでしょうね。まあ、みんなのところはわからないんですが、中心角イコール母線分の半径かける360っていう、これね、こう、裏公式というか、確かなんか教科書載ってなかった気がするんですけど、これ使うと便利は便利です。はい。で、どういうことかっていうと、中心角求めたかったですよね。だから A ですよね、一応。母線ってさっき言ったこれです。6です。6分の、つまりここと同じね。ここも母線だから、6分の、ここの半径です。こっちね。だから6の半分で3です。かける360。すると、これ約分すれば180になるんですよね。だから速攻出せるっていう、こっちだと。で、便利です。すごく。個人的にもすごく便利なんですけど、これ俺の思いだよ。合わせなくてもいいんですが、できればこのやり方も覚えといてほしいんです。これですね、経験上、こっちで慣れてしまうと、こっちはやれなくなります。できなくなる、こっち。だってめんどくさいんだもん。そう。でも、個人的には両方、できるようにしといてほしいので、自分は不安症だから、心配症なんで、解くとき絶対両方やるんですけど、合ってっかな、つってね。できれば、両方ね、ぜひ覚えておいてください。で、長くなりました。ここまでなんでこんな熱弁するか、このね、周りくどくやってるかっていうと、中心角間違ったらアウトなんです、ここも。この後。だからそれぐらい大事なの。中心角を確実に求める力がね、ここね。で、中心角180度だったんで、結局、扇形が半円だったんだよね、ここね。こういう。で、下に円がくっつく。まあ、ここにくっつけようか。ど真ん中にしとこうか。こうなってる。ちょっとこれ重なっちゃったけど。で、A。まあ、こっちも A なんだよね。で、ここの半分、ちょうどど真ん中だから、ここに B が来ますと。っていう、こういう状態。で、AB のここを求めたいと今なってます。で、ここね、もうここまで、空間づけその苦手じゃねえよっていう方は、ちょっと飛ばしてもらって構わないんですが、少しお付き合いください。
撮る直前に作ったんでね、汚いんですけど、塩水です。はい。下、蓋ないです。ごめんね。普通のルーズリーフで作っちゃったんで、こういう上から見たら今こうなってると。こうあるじゃないですか。で、今、みんなから見て左側に、ちょっと近づけようか。ちょっとね、こういうの慣れてないんでごめんよ。A があります。で、右に B があると。こうなってるのね。で、これを、取るじゃないですか。ここで切りますと、A のところで。そうすると、なんでね、ここが AA になるかっていうと、まあ、こうやった時にさ、切ったところ、当然 A と A 重なってましたよね。で、これが、パッて開くと、両サイドに A が飛んできます。もともとくっつくからさ。だから AA が両端に来ると。で、さっき戻した時に B が反対にありましたと。で、それを開いたら、ちょうど B はど真ん中に来るんです、こうやって。だから、こうなるの。で、今、蓋がなかったけど、下にね、こう、蓋があるじゃないですか。で、どっか一箇所くっつけておけば、こういう感じで下に円がくっつきますよね。それがここに来ても、ここに来ても、どこでもいいんですけど、この弧の上だったら。まあ、これが展開図になります。まあ、ちょっとでも、イメージにお役に立てれば嬉しいんですけど。で、話を戻しましょう。で、この後、中心角なんで出したかっていうと、まあ、こう、中心の、ここありますよね。で、こっから、こう下ろしてくると、当然これ B はど真ん中にあったんで、ちょっと今ね、形ずれちゃいましたけど、角度も半分になるから、ここ90度になります。もともと180だから、中心角。で、ここは円の半径、上のね、追い方半径だから6です、当然。同じく6ね。で、ここも円の半径だから6です。まあ、追い方の半径だから6だと。つまり、6、6。で、直角二等辺三角形なんだよね。こっち書き出そうか。で、もちろん三平方の定理で普通にね、二乗使って解いても構わないんですけど、これ三角定規の一個と同じです。90、45、45になってるから、1対1対ルート2が成り立ってる。辺の長さにね。つまり、まあ、こことこことか使うと、1対ルート2だから、対ルート2イコール6対 x となるので、なかなか外外やれば x イコール6ルート2となって、これで終了です。もちろんさっき言ったように斜辺 x の2乗イコール36たす36を解いても同じ答えになりますんで、どっちでも構わないんですが、まあ、三角定規出てきた時はこっちの方が楽かなと思います、といった感じ。長くなりましたが、これが1番です。まずでは、ちょっとこれ消しますね。長くなったんですけど、中心角さえ出てしまってるので、2番はそこまで苦労しないです、これ。じゃあ2番いきましょう。で、2番は A から P なんですよね。あそこまで紐を持っていきたいと。でも、P は OB の中点と、ごめん、言ってくれてるからさ。だからもう一回書きましょうか。なってて、こうなるからこの辺かな。 B で AA、 まあ A こっちいいか。こうなってる。で、まあこれが O なんですよ。組み立てた時のトップ、頂点だからね、と上にあるからね。で、こうなった時の半分のここに P がいます。で、結局さっきと同じで A から P に紐を持っていきたい時は、そこの直線、ここが一番短い。今 Y にしようか、じゃあこっち。ここが一番短くなります。だってもし、こうね、ブラーンってやってますけど、それが、こう、展開図、平面にしたときに、こうなってるときにさ、ここ P でしょ?ブラーンっていうカーブよりも絶対にまっすぐの方が短いでしょ?この AB もそうです。まっすぐとブラーンって比べたときに絶対まっすぐの方が短い。最短っていうのは直線だから。だから、この AP 求めたい。で、さっきやったように、ここも90度分かってる。で、ここは6なんでしょ?ここ、中点だから OP は3だよね。あ、もうすぐ出せんじゃん。みたいな感じでいけます、これも。はい。ということで、三平方いきましょう。まあ、斜辺ね、2乗なんで、Y の2乗イコール、6636プラス左残角。で、Y の2乗イコール45。いくよ。二乗を消す代わりに、ちゃんとやるんだったら、プラスマイナスルートがつきます。右辺に。で、ルート45。もうなんか入るかな?全然入ったわ。ルート45は、くぼ45なんで、9×5 ね。9、
9が3の2乗だから3が出てきて3ルート5。ただし、長さにマイナスはないので、この場合答え、y は3ルート5と、これで終了となります。なのでもう2番とか1番の知識使ったら速攻終わるじゃないですか。だから本当に中心角をね、ちゃんと出せるかどうかがすごく大事ですね、このタイプの問題は。で、まあ最初にこう展開図とかいろいろやりましたけど、まあ、この公式とかもね、まあ勝手に裏公式なんて呼んでますけど、もしよかったらね、今知らなかった方なんかは頭の片隅に置いてもらえると、時間短縮だったりとか、自分みたいに2個のパターン解いて、こう絶対合ってるっていう安心感をね、得て問題解くことができますので、よかったら使ってみてください。では、今回は、高校受験対策の図形シリーズの第13弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、リクエストね、一応受け付けておりますが、最初にも話したように、かなりいただいているので、こうやって動画にするかどうかはかなりレアになります。で、送っていただくときは必ず、問題文と答えと、できれば答えの解説の部分も送っていただけると、採用しやすくなりますので、もしよかったらね、ツイッターの方で送ってもらうか、ツイッターの載ってるアドレス、メールアドレスにね、ヤフーアドレスに送ってもらえたらと思いますので、もしよかったらね、その辺もぜひよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。